はい、ですね、前の動画までで有理数まで拡張していったので、まあ、今回は少し補足的な意味を込めて無理数、指数の世界を無理数のエリアまで拡張させて考えましょう。さあ、無理数って覚えてますか？無理数、まず有理数と無理数で世界を二分していたはずですよね。有理数に対しての対応数が無理数です。で、有理数っていうのは主に3つあった。1つは整数で、1つは分数で、で、小数と。で、整数っていうのはもちろん0と正と負があった。で、正の整数っていうのはもちろん自然数っていうのは皆さんもご存知です。で、じゃあ分数と小数っていうのは、例えば小数の中にも2種類あるね。何かっていうと有限と無限です。有限小数、無限小数というのがあります。有限、無限で、例えば有限小数だったら 1.15342 みたいなやつ、途中で止まるやつね。ああいうのっていうのは有理数と言います。でも例えば無限小数の中には分数になるものもあるんですよ。なので、これは分数になるものと、分数にならないものの2つに二分されます。で、分数になるものは、ね、循環小数って言われてるやつですよね。永遠に続くんだけど循環してるから、差し引いてあげることによって分数に変換できるというところです。ということは、有理数の中の小数の中には無限と有限のものがあって、無限小数の中には分数にできるものがあります。なので、こことここはリンクしている。問題の無理数とは何かというと、実はここなんですね。無限に広がりかつ分数にできないものを無理数という言い方をします。例えばゆとり教育のところに一番問題になった π ですね。 π は円周率のことです、もちろん。で、これが 3.141592 とかって、まあ、永遠に続くんだけれど、これを、まあ、文部科学省は π を3として計算しているよっていう話をしていた。で、そこで数学者の人たちがなんでこれに対して目くじらを立てたかというと、計算が楽になるからという理由で 3.14 っていうものを3にしてしまえば計算力が落ちるっていうことも一理あったかもしれない。でも一番なのは、要は π3.141592 点点点点の円周率って実はまだ割り切れてないんですよね。で、その割り切れていない、要するに無限に続く循環小数でないものに関しては無理数なんですよ。なので、π を持ち出すことによって π が無理数である、つまり無理数の概念を初めて自然な形でね、円周率という形で教えることができるという、その数学的な、まあ、教育的観念で数学者たちっていうのはちょっと目くじらを立てたわけです。こんな大事な話をね、3にしてここにしちゃうわけでしょ。有理数の整数にしちゃうわけだから、もう全然なんか矛盾のいいところなわけですよ。それをやったからダメだと。で、今回はちょっとまあどんどんちょっと話が広がっちゃいましたけど、結局指数っていう部分を有理数までも前回まで広げたけれど、実は無理数でも成り立つんですよっていうのをここで付け加えておきます。教科書もね、そこまで詳しく書いてないんですよ。っていうのは、無理数で指数関数、指数法則が成り立つことを証明するのはめちゃめちゃ難しいので、高校範囲ではありません。ので、ここでは軽く指数を有理数の世界まで広げて成り立ったんですけど、じゃあ無理数まで広げても実は成り立つんですよってことをここで覚えておいてくださいねっていう感じで触れてあります。なので、皆さんもこの時点でね、まあ、有理数と無理数の違いっていうものを改めて認識した上で、指数を無理数まで広げても指数法則のね、5つの公式が成り立つんだっていうことを覚えておいてください。そしたら、この次にね、だんだんグラフの話まで入っていきますので、だんだん視覚化していきます。今まで意味として考えていたものを、今度は目で
認識できるようになっていきますので、まあ、ちょっとね、また難しく感じるかもしれませんが、どんどん先に進んでね、対数の方まで頑張ってつなげていきましょう。